壁際に寝返り打って背中で聞いている。やっぱりお前は出て行くんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。行ったきりなら幸せになるがいい。戻る気になりゃいつでもおいでよ。せめて少しはカッコつけさせてくれ。寝たふりしてる間に出て行ってくれ。お昼になりました。沢田健二です。本日もよろしくお願いします。失礼しました。本当ジュリーファンの皆様、本当登録解除してください。すいません。いや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 、本当に暑いわ。暑い。本当エンジン切りましょう。やかましいんでね、今日はセブンイレブンで二種ソースのハムカツ&ハンバーグ弁当を買ってきました。そして、なんとなんとこれクーポンが出てね、この綾鷹の 750ml のお茶がタダでもらいました。ありがとうございます。はい。嬉しいね。やっぱお弁当はやっぱ水もいいけど、お茶でいただきたいですよね。はい。もう今日カメラアングルこのままでいいか。はい。よいしょ。ということで、いただきます。こんな感じ。二種ソースって書いてあった。なんて書いてあった。ハンバーグと、ハムカツが入っておりますね。あ、美味しそう。ハムカツが、うん、脂っこー、うまい。あ、柔らかご飯。最近持参弁当ばっかりだったんで、ちょっとご飯が若干冷めて硬かったんで、こんなにあったかいふわふわのご飯が食べれて幸せです。あ、コロッケ、うまっ。これ629円、629円ですよ。もうスーパー今ね、廿日市のこれどこになる、宮内、うん、宮内じゃないな、廿日市にいるんですけど、今からバイパス乗って帰ります。うん、うまい。ハンバーグ、うん、おいしい。やっぱセブン飯がうまいわ。ご飯が、うん、これハムカツ、タルタルがかかっております。うん、いやー、ハムカツうまっ。
ハムカツばっかりだと飽きるんで、こうやってハンバーグが入ってると嬉しいですね。うん。うまい。本当毎日さ、毎日こうやって好きなもの、美味しい弁当、好きなもの食べるためにこのチャンネルは運営されておりますので、ありがとうございます。うん、ちょっとすみません、タオルを回収させてください。さっき投げ飛ばしたんでね。いや嬉しいな、あやたかが飲める。うまっ、うん、これなんか浮いとるね。お茶っ葉が浮いとんかな、これ。俺の食べかすかと思ったら違うお茶っ葉が浮いてますね、いっぱい。はい、よいしょ。さ、ということで本日は、セブンイレブンで、ハンバーグ、ハムカツ弁当をいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。